無門土器時代。無門土器時代は、朝鮮半島の考古学的な時代区分である。紀元前1500年から300年頃に及ぶ。この時代の典型的な土器が、表面に模様を持たない様式、無門土器である子から命名された。農耕が始まるとともに、社会に階級が生じた時代であり、岸朝鮮、英史朝鮮と重なる。朝鮮半島北中部と南部の間では、 住居や母性に違いが見られる。時代的には日本の弥生時代と重なり、南部はこれから影響を受けた可能性もある。特に北部九州と朝鮮半島南部には共通の文化要素が見られる。かつては朝鮮半島における青銅器時代と呼ばれたが、青銅器が出現したのは紀元前8世紀であり、普及したのは末期であるから正確ではない。 創生としては巨大な史跡墓が特徴的であるが、南部では急激に様式が切り替わる、石角墓や亀艦墓が見出されている。無門土器時代は串目分土器時代に続く時代である。紀元前2000年から1500年頃、北方の両賀流域から北朝鮮にかけての夏家天仮想文化では、史跡墓、無門土器や大規模な住居が出現している。前期は、 紀元前1500年から850年頃とされる。農耕のほか、漁老、狩猟、採集が行われた。農耕にはまだ石器が用いられた。大型の長方形の縦穴住居からなる集落が営まれた。住居には、ヘッツイが複数ある場合もあり、多世帯が同居していたと思われる。後半には、集落が大規模化し、集落ごとに有力者が生まれたとみられる。 紀元前900年頃を過ぎると、小型の住居が普通になり、へっついではなく、中央に、いろりのような炉が掘られた。四世規模、副装品の朱塗り土器、石鹸など無紋土器時代を通して続く宗教、創生上の特徴はこの時代に生まれた。中期は、紀元前850年から550年頃とされる。農業の規模が大きくなり、 社会の階級と争いが生じたと考えられる。南部では水田が作られたとする仮説もあるが、岡本水筒が雑行している点や水田と確定できるだけの要素が未だに発見されていないため、定説とはなっていない。数百件からなる大規模な集落が出現した。また制度器が出現し、工芸品の生産や支配者による分配も行われるようになった。 中期無門道記文化は中部の遺跡名から松木久里文化、孫軍にとも呼ばれ中部で主に発展した南部へ行くほど異なった要素が増える中期後半紀元前700から550年頃には青銅器が副装品として現れた青銅器は中国東北部に由来すると思われるがこの時期には朝鮮半島中部でも製作が始まっていた 中期無門土器時代後半の墓には特に大規模なものがある。南岸部は北中部と様式をことにし多数の史跡墓が作られた。一部からは青銅器、翡翠、石鹸、朱塗り土器などの副葬品が見出されている。無門土器文化は農耕文化の始まりであるが、無門土器文化時代を通じて陸当作はあったものの主要な作物ではなかった。現在までに 北海北部沿岸では、当時の水田遺構が見出されていないことから、水田稲作がこの時代に伝わっていたとしても、大陸沿いでなく航海を越えてもたらされた可能性が大きい。日本の水田稲作とは、電波経路が異なる。北部では大麦、小麦、雑穀などが栽培された。後期は、紀元前550年から300年頃とされる。集落や、 高知性集落が増え、争いが激しくなったことを示している。特に丘陵地や河川沿いに人口が集中している。集落数は前の時代より減っており、少数の集落への集中が進んだと考えられる。弥生文化の開始が、無門時文化に影響を与えた可能性もある。特に北部九州では、無門時、史跡母や亀間墓など、 朝鮮半島南部の文化と直接結びつけられる要素が多数見つかっている。これは、無門土器時代前期にあたると考えられる。無門土器時代の終末期には、鉄器が出現する。これより、後の鉄器時代になると、住居には、北方から大陸沿いに伝わったオンドル用の炉が現れる。また中期に、北方から伝わったビワ型銅剣。 両年式道剣の影響のもとに、細型道剣が作られ始めた。普通、無門土器時代の終末は、鉄器の出現に置かれるが、土器様式の連続性を重視して、紀元前後までを含める説もある。しかし、紀元前300年頃から青道器が広範囲に普及する。鉄器も、この時期を境に、朝鮮半島南部へも普及していく。このような技術、 社会の変化を重視するならば、無門時期時代をこの時期までとするのが適切である。無門時期時代の開始は朝鮮における水島作の開始時期とほぼ一致する。このことから朝鮮に朝廊文明由来の水島作をもたらした人々が無門時文化の担い手であった可能性が考えられる。先谷三つは、Y 染色体。 ハップログループ O1 ビット、O1 ビット1、O1 ビット2系統が、長江文明の担い手だとしており、長江文明の衰退に伴い、O1 ビット1及び一部の O1 ビットには南下し、百越と呼ばれ、残りの O1 ビットには西方及び北方へと渡り、三島半島、朝鮮半島、日本列島へ渡ったとしている。このことから、朝鮮に無問時文化をもたらした人々は、 王一ビットに系統に属していたことが得られる。王一ビットに系統は、現在の朝鮮民族に20から40%ほど観察されている。朝鮮半島における、無土文器文化の担い手は現代日本語の祖先となる、日本語族に属する言語を話していたという説が、複数の学者から提唱されている。これらの説によれば、現代の朝鮮語の祖先となる、 朝鮮語族に属する言語は古代満州南部から朝鮮半島北部にわたる地域で確立され、その後この朝鮮語族の集団は北方から南方へ拡大し、朝鮮半島中部から南部に存在していた日本語族の集団に置き換わっていったとしている。またこの過程で南方へ追いやられる形となった日本語族阿舎の集団が弥生人の祖であるとされる。 この朝鮮語族和者の拡大及び日本語族和者の置き換えが起きた時期については諸説ある。ジョン・ホイットマンや宮本和夫らは満州から朝鮮半島南部に移住した日本語族和者が無門土器時代の末まで損し、琵琶型道剣の使用に代表される朝鮮半島製度器時代に朝鮮語和者に置き換わったとしている。一方でアレクサンダー・ボビンは 朝鮮半島の三国時代において、高句麗から朝鮮語族阿者が南下し、九ダラ、シラギ、カヤなどの国家を設立するまで朝鮮半島南部では日本語族阿者が存在していたとする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。